はい、どうも、たせです。本日もご視聴いただきありがとうございます。なんと皆さん、秋物届きましたということで、オータムのデリバリーが始まりました。だいぶね、楽しみな時期になってきたんじゃないかなと思います。まだ、8月とかなり真夏で暑い時期が続きます。服を好きじゃない人からしたら、もう秋冬買うんですかって思われる方も多いと思うんですけど、この時期から秋冬を買っておかないと、旬の時期になると人気のブランドは売り切れてしまって、どうしても手に入れれなくなってしまうので、ぜひ皆様もうちょっと早いけどこの時期から秋物を買うようにしましょう。あともう秋冬の例えばパンツとかちょっとした軽いシャツとかって実はもうねちょっと今から着れたりするので、まあ、時期を選んで全然着ていただいて楽しんでいただければなと思います。はい、そんな感じで僕は今回秋冬かなり買ってるんですよ。もうすでにデリバリー待ちのものも多いんですけど、追加で購入したものを今日は紹介したいと思います。では早速行ってみましょう。はい、ということでずらっとここに掛かっているんですけど、まず一つ目がこちらですね。こちらでございます。じゃん。おー、大成さん珍しい、久しぶりに柄物じゃないって思った方も中にはいると思うんですけど、こちらブランド名は MSU っていう、日本のブランドになります。結構僕今年 SS でこちらですね、マルチストライプみたいなシャツを今期の SS は購入させていただいたんですけど、 AW でも引き続きちょっとSS でもすごい気に入ったのでシルクシャツですねを購入しました。で今回この柄がミンク柄って言って、まあちょっとこう毛皮をインクジェットを使って、ミンク柄をシャツで表現したっていう感じで、まあ近年その毛皮とかってもうサステナブルな時代になってきていて、動物たちを殺傷して服を作る時代っていうのはなくなってきているっていうところで、インクジェットに乗せることによってその毛皮の柄をまあシャツで表現できるっていうところが、これのすごい素敵なデザインの部分だとは僕は思って購入したんですけど、メンズでミンク柄を着るってすごいかっこいいなと思って、割と結構レディースのイメージなんですよね。こうアニマル柄とか、まあ、そういった固定概念を、まあ、なくしてちょっとこうジェンダーニュートラルなスタイリングが提案できるんじゃないかなと思ってます。でシャツの部分はチンストラップがついてるので、こう首元をこうトレンチコートのように巻くことができて、ちょっとしたスカーフでアレンジしているような、シャツにできます。でサイズ僕これ46でいつも46着てるんですけど、 M ぐらい、これいつも僕外に出さずにタックインして着るので、どっちかというとちょっとこういうね、ジャストサイズぐらいのサイズ感で選んでおります。まあもともとちょっとだけゆったりとしてるのでっていうのと、視力のこの落ち感があるのであんまりこうコンパクトには見えずに程よい余裕があるような雰囲気で着れますね。やっぱシルク 100% 使ってるので手入れが難しいところはあるんですけど、本当に着心地も軽くていいので今からすごい使えます。生地感もシルクで透け感があるぐらい柔らかいので、そういったところでこのシャツはおすすめです。僕結構秋冬インナーの提案困るんですよ。のっぺりしちゃうので、中に例えば色物入れたとしても結構ちょっと寂しいなとか、ちょっともうちょっと雰囲気出したいなとか、ちょっとこうもうちょっとコーディネートを奥行き出したいなみたいな時に、こういったシャツを採用してコーディネートの幅を広げようかなと思ってます。でそれと僕同じ生地でこれスカーフですね、全長多分150から160ぐらいある長めのスカーフになってます。僕はちょっとこう長めのスカーフを使いたかったのが、このちょっとネクタイっぽい感じのスタイリングが組めるかなと思って、さらっとそのままつけておこうみたいな提案ができればいいなと思って購入しました。秋口とか結構スウェットでカジュアルになってしまう時期にこういうスカーフっていうところをアクセントで入れてあげるのがおすすめです。これ実は9000円ぐらいで、まだすごい手は出しやすいです。こっちは4万4000円ぐらい、タックス入れると5万ぐらいするのでちょっと高いんですけど、でも本当にMSU のなんかこう雰囲気を楽しみたい方はスカーフでもいいと思います。次3つ目です。こちら
今期僕めっちゃ注目してるブランド一つあって、ブラウンスっていうブランドなんですけども、もともとねすごい注目されて人気になってるブランドかなとは思うんですけど、今期ブラウンスのジャケットを買いました。カーディガン感覚で羽織れるジャケットで、ボタンが全くない仕様になってます。あまりこうディティールをモリモリにしてないので、値段もすごい比較的にジャケットにしては安いです。肩パッドも芯も入ってない、本当に一枚仕立てのカーディガンって思っていただければ、ジャケットの種類だけど、まあ、カーディガン感覚の金額で買えるのかなって思います。ブラウンス のコンセプト通り着心地だったりとかリラックス感とかあるので、だからできるだけこういう肩の芯を抜いたりとかフロントの芯を抜くことによって、ジャケットを着てるけどカーディガン感覚で着れるっていう、そのコンセプトにハマったアイテムの一つかなと思います。僕はこれでサイズを3番にしてますね。今期僕これ以外に展示会でコートとかつけちゃったので、ブラウンスまだまだ届くんですけど、ぜひね小森さんとかそういったオーラリーとかも好きな方は絶対ブラウンス好きだったりしますし、軍物をベースに作っているブランドだったりするので、そういったミリタリーテイストが好きな方とかはぜひおすすめです。すごいですよね、もうジャケットなのかわかんないぐらい簡単に作られてますね。でもその分ウールサージなのでシワにほぼならなくてイージーケアできるようなものになっています。ほら脇とかもすっごい太いんですよね。ちょっとカッチリとしたカーディガンを羽織る感じです。このねラグランではないんですけど、この大きめの身幅とアームの程よいリラックス感が僕は好きで購入しました。ちょっとカーディガンを着るような感じになる気がしていて、でもカッチリとしたセットアップではないので、あんまりこう例えばこれで綺麗なとこに行くとか、成人式に出るとかはちょっと向いてないジャケットですかね。あくまでも普段の日常で使いたいものだったりとか、リモートワークの時にも使えるようなもので、代用が効くようなアイテムになってます。これ と、同じもので、セットアップにしました。ボトムスの方も今回購入しております。これもサイズ3番で、これも同じウールサイズの生地なんですけど、珍しく久しぶりにこんな太いパン使いました。シルエットはワイドストレートでワンタックつまんでいて、ウエストにも、ドロコードついてるのでイージーパンツとしても使えるというか、楽にベルトなしで使えます。で、丈が結構すっきりしてるワイドスラックスなので、あまりこうブーツとかの相性が良くなくて、結構フラットシューズだったりとか、まあ、僕が履いてるマルジェラのサンダルとかジャコミッティとか、そういうシューズサンダルみたいなものと相性がいいです。あとはフラットなコンバースのスニーカーだったりとかバンズとかで外しを作ってあげるとか、ヒール系のブーツはこのタイプのパンツはあんまり相性が良くないので、どっちかというとかっちりすごいモードな印象にしたい方はあんまり向いてないパンツかなと思います。その分でもやっぱりリラックス感だったりとか、ウエストがイージー仕様になっているのでリモートワークとか、普段座ったり立ったりが激しいような生活を繰り返している方にはおすすめですし、究極に楽なパンツで綺麗なものが欲しいという方はこういったタイプのパンツはおすすめでございます。僕今期このネイビーを買いました。ダークネイビーを。でこれのセットアップですね。で最後、実はさっきからしれーっと僕着ているこちらでございます。ジャンプスーツです。はい、珍しく初めてシュタインのアイテムを買わせていただきました。で僕シュタイン買ったことがなくて、何を買えばいいかずっと検討していて、まあシュタイン結構やっぱ人気なので、あんまりこう人気のアイテムに人気すぎて巡り合わずにもう完売しちゃったりとか、タイミングが合うことがなくて買うことがなかったんですけど、今回ちょっとこのジャンプスーツはずっと気になっていて、デリバリーぐらいからちょっと狙っていたアイテムなんですけど、素材がね細めのウールギャバージュに使用しているので、生地感はちょっとドライタッチでちょっとザラッとした仕様になっていて、まあ、ちょっと裏地が入ってないのでやっぱりもものあたりは若干ちょっと気になるんですけど、その代わり、まあ、糸が細い分シワになりにくかったりとか、結構ねガシガシ着てもタフな、腰のある、生地感なので、すごい着心地もいいです。まあ秋冬なのでちょっとこう庭から長袖とか入れればこの辺のウールの痛さはないかなと思うんですけど、リラックス感って好きですね。で袖もこうツータックつまんであったりとか、なんかこういうジャンプスーツって今バーンみたいな東京卍会みたいな感じに見えるかなと思うんですけど、つなぎなのでね、でもそれをなんかやっぱシュタインに落とし込んであることによって
まあ、生地 の, あの滑らかさだったりとか、こういう細かい、タックをつまんでたりとか、あとハイウエストに若干しちゃって履いた時も綺麗めに見えるものだったりとか、あとウエストももともとついているベルトでギュッと締めたりとか、ウエスト抜いて他のベルトでちょっとこうベルトの色を出したりっていうのもできるので、ジャンプスーツって本当に一着あるとすっごい楽で助かるんですよね。なので僕は本当に欲しくて購入させていただきました。初めてのシュタインさん嬉しいです。ちょっとなんかやっぱずっと欲しかった本命のジャンプスーツ買えたってのと、来期からこのジャンプスーツなくなってたみたいなので展示会で、なのでちょっとその前にやっぱ買っときたいなと思って購入させていただきました。僕着てるサイズ S です。 S で全然問題ない。これ以上大きかったら結構割とパンツが余っちゃったりするので、そういった上で S サイズがすごい良かったかなと思います。で、こちら最後 T っていうブランドのブローチをつけております。まあ、こういう感じでちょっと重たいコーディネートにブローチを入れることによって、まあ、アクセントになるようなものを今回購入しました。なので今のところ総額結構使っちゃってますね。もうちょっとで30万円いきそうだなって感じなので、ちょっとセーブかけながら買い物していかないと僕も財布がやばいことになってしまうので、でもいい買い物はできたかなって思います。僕の秋冬ファーストデリバリーはこんなラインナップになりました。あとは僕がやってるブランドでサブレーションズとかのデニムとかも随時届いてきたりとかしてて、もうこれからまた秋冬紹介どんどんできていければなと思ってますので、ぜひともご覧になっていただければなと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。いいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あ、この辺のスタイリングもインスタグラム、ウェア等にアップしていきますのでチェックお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。